こんにちは、吉田さん。職場で人間関係が悪いですっていうね、ご相談いただくんですよ。で、私はね、どうしてもね、職場の人間関係が悪いからといって、それを改善しなくちゃいけないのかっていうところにすぐ来るんですよ。というのが、職場ってみんなで仕事をしに行くわけじゃないですか。仲が悪くったって別に構わないと思うんですよ。ただし、職場の人間関係が悪いから仕事ができない、結果が出なくてもそれは職場の人間関係が悪いんだからしょうがないみたいなことを言う人はお呼びじゃないですよね。だってね、自分と思想心情が合わない人でも職場にいて、一つのミッションが会社から与えられて、仲の悪いやつでもそいつら同士でチーム組む時でも、お客さんには最高のサービスを提供して、できる限りの最高の売り上げを上げて、で予算達成する、それができれば仲良くなる必要ないと。逆にですよ、成績が出てないのに仲良くしましょうみたいなのは、これ何しに来てんだって話じゃないですか。バカかと思いますよね。こういうふうなやる気のない人が集まるから業績は当然上がらないと。もっと言うとね、仕事で集まってるところで人間関係が悪くても仕事ができる人は人気になるんですよ。いや、そういうふうにならないとね。で、もうグダグダと仕事をしない奴がいて、そいつをね、もうほったらかして仕事がどんどんできて、で一人でみんなの給料を稼いじゃったみたいな人がいたらどうですかってことなんですよ。さすがにそんな成績が良くてみんなの給料を稼いでくれる人に対して、あいつ気に入らないよねって言えるのかなってことなんですよ。それは職場の人間関係が悪いんじゃなくて、そういう腐った人間がいるってことなんですよ。だからそういうのはどんどんこうね、排除していって、もう人間関係にかかわらず結果を出す人だけで採用していくと。そして結果が出る人は余裕ができるから自然とみんなに優しくなるみたいな、それでパターンじゃないですかね。できる人同士で固まったらもう問題ないと思うんですよ、うん、だから私はね、職場の人間関係にこだわるやつってみんな仕事なんかすごく不真面目だと思いますよ、うん、ほんなら人間関係良かろうが悪かろうが、お客様に対してね、自分の最高のサービスが提供できれば全く問題ないんですよ。職場の人間関係を良くすることによって、そのパフォーマンス落ちるわけじゃないですか。で、そもそも職場というところでね、人間関係がうまく構築できない人間に職場に来てほしくないですね。だから私としては、もしそういうふうにね、自分の我を通したくて、あいつ気に入らないよねっていうふうに自分を改善せずに他者にその改善を求めるような、そんな人はね、即クビですよね。だから職場の人間関係を良くするために、なんか飯でも食いに行こうかとかね、なんかこうお互いおベンチャー使ったりとかね、何やってんだよって。それは仕事以外のところでやってくれと。経営者としては、何、みんなが仲良くするためのコストをもう払わないといけないの、お前ら小学生かよみたいな話じゃないですか。だからそういうふうなね、職場の人間関係にこだわる人間が、そのレベルの人が仕事ができると思えないですね。人間関係が悪くたって、結果出せばいいんですよ。結果を出せば人間関係良くなるんですよ。それしかないんですよね。だからできない人同士で、あいつのせいこいつのせいって言ってるから仲が悪くなるんだろうなと思うんですけどね。ちょっと極端ですかね、これはね。だからね、嫌いなやつがいる、嫌われてる気がする、でも成績はトップ、いいんじゃないですか。トップじゃなくても予算クリア、ノルマ達成、なんか文句あるかって話ですよね。でむしろ仲が悪いから、きちんと指示も出せるし、例えば上司が部下にね、お前これやっとけよ、指示簡単ですよね。で部下がそれやんなかったら業務的制裁があるわけでしょ。なんか部長が気にならないからやりませんでしたって通りますかね。だから仲が悪いほど指示は出しやすいし、仲が悪いほど受けた指示はきちんとやらないと、なんかカッコつかないしみたいな感じで、結局良くなっていくんじゃないかなと思うんですよ。だってなんか仲がいい部下に残業とか頼みにくいじゃないですかね。なんか仲悪い人の方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。それがまあ最良の解決方法じゃないですか。仲良しクラブやってるんじゃないんでね、だからそういう人が多いのが、結局は給料が上がりませんとか、仕事がきついです、ブラックですって言ってるんじゃないですかね。いや、私が上司だったらね、部下を求めながら業務時間以前に仕事が終わるように段取り組んで、嫌われてもいいから俺についてこいとその代わりお前らの給料上げてやっからよみたいな、
このくらいのぶっきらぼうさで、なんだ、久保部長はなんか人間的にはどうかなと思うけど、確かに俺たち久保部長の下にいたら出世するし、給料上がるし、休日増えるし、いいよねみたいな。社会的には結構箔がつくしね、なんか悔しいけどあの実力は認めざるを得ないよみたいな感じでね、利根川先生じゃないですけどね、なんかこう暴論でまとめ上げるっていうのもあるんじゃないかなと思いますけど、どうでしょうかね。じゃあ行ってらっしゃい。